ヨーロッパの皆さん、どうも。日本の国会議員、山本太郎です。市民運動から国会議員になりました。現在福島の東電原発はどうなっているのか、日本はどうなっているかについて簡単にお話します。汚染水、要は、放射能汚染をされた、水ですよね。この汚染水は25メートルプールに1245杯分タンクの中に貯蔵されています。それだけではありません。タンクに収まらない部分垂れ流されています、海に。そんな状況なんです。それだけではありません。人間に対しても非人道的なことを全力でやっているのが今の政権です。例えばですけれども、年間20ミリシーベルトの地域にも人々を返し、そして復興をしていってもらおうという話になっています。これはもう法律で通ってしまいました。20ミリシーベルトといえば、皆さんご存知の通り、チェルノブイリ法、年間5ミリで移住しなければならないというルールの4倍です。その20ミリの地域に人々を返して復興しようというのは、明らかに政府のこの事件の事故の矮小化以外の何もんでもありません。原発を再稼働させ、そして輸出するというこの商売の、この商売を成立させるために、この国に生きる人々を犠牲にするという、あまりにもありえないような状況です。この状況を打破するためには、日本の政治を変えなければなりません。けれども、先ほど言いました20ミリシーベルトの人々を返すという法律、これに対して反対をした議員は720人中たったの4人。そんな状況なんです。人々の目覚めが必要です。市民の行動が必要です。なんとかやっていきたいと思います。ひっくり返したいと思います。皆さんにもぜひお力をお借りしたい。核被爆が、核の事故があったという、ヨーロッパで、そしてその影響を少しでも受けた皆さんがどのように行動したのかということを思い出していただきたい。そして今日本がさらされているこの問題を考えていただきたい。世界が一体となって考えなければいけない問題だと思います。ぜひお力をお貸しください。また皆さんとお会いできる日を楽しみにしています。